こんにちは。はい。やってきましたね、ついに。前やったばっかりな気がしますけど、ここは違う場所なんですよ、皆さん。もうね、ちょいちょい出してますけれども、今度ですね、12月3日、ついにですよ、ラグビーオンライン大阪店、オープンします。はい、というわけでですよ、まだですね、作ってる途中なんで、まだお店の看板というか名前もないし、まあでもお店、内部は結構できてきたんだけど、まだちょいちょいこれから変わりますよ。ただですよ、いいですか、ここ、アベノハルカスの横にあるフープっていう商業施設なんです。の3階ですよ、3階ね、あります。まさかのですよ、お隣さんがですね、ドクター・マーチンさんですよ。そしてですよ、あちらのお隣さんがですよ、リーボックさんです。正面さんがですね、コロンビアさんなんですよ。これまさかのですよ、福岡店と似てるんですよ、かなり。福岡店もですよ、裏がドクターマーチンさんで、右斜め前がリーボックさんなんですよ。つまりですよ、お気づきの方もいるかもしれませんが、グループ会社なんですよ、実はこの3社が。なわけないじゃないですか。そんなわけないんですよ、何度も突っ込むのって今いいか、別にグループ会社とかではない、たまたまです。いいですね、たまたま、お隣さんがいつも似ているということです。というわけですよ、ちょっとね、店内、じゃあほら軽く見て、ここ見てください、ここ。これすごくないですか、このお店の一番の名所、いや、すごい気合い入れたお店の名前、バカでかく入れましたよ。もうね、あんまりね、いじれないって言われたんで、もういじれるところはがっつり行こうと思って。いいですか、ここあって、まあこの人ね、菅田とかいましたよね、この人ね、この人もいます。ちょっとね、この辺はまだこれから改装します。でですよ、いいですか、こうやってこうオールブラックスコーナーとかね、サウスアフリカとかね、もういつも通りで、フィジーね、ジャパン、そしてですよ、そしてですよ、僕の大好きな、もちろんいますよ、この人たちはね、ここにいますし、フィッティングも広くご用意してます。そして、まあ、一度言えばインパクトじゃないですか、ヘッドキャップ、ドーンって、あとこのキックティーとかね、そういうドゥのものもありますから、ただですよ、スパイクとかもないんですよ、スパイクフォーが。しょうがない、こればっかりは、ものがない。はい、まあ、まだ、あ、これもちょっと変えろかな、変えようかなとは思ってますよ、回転までにね。で、この辺に、これ何度もいつもご紹介してると思うけど、本当、このパンツ履いたらやめられなくなりますか、男性諸君、これ、サックス、おすすめです。いいですか、それでですよ、こう来てですよ、この辺ね、お買い得コーナーになってるんですよね。今ウェブでもやってますけど、結構お買い得の商品がこちらにございますと。これね、見覚えある方いるかもしれないですよね。激レアポスターですよ。このポスターのインクの中にですよ、オールブラックスの血が混ざってるっていう、すごくないですか、これ。血が入ってるポスターですよね。菅平店から移籍しました、この子は。でですよ、お気づきましたけど、なんか広くないですか、ちょっとゆったり空間ですよね。今回初めてラグビーオンライン大阪ということで、今までとコンセプトが変わりました。ちょっとゆったり、もうぎゅうぎゅう詰めからちょっとゆったり方向ですよ。もうこれからはゆったりの方向ですよ。わかりました。というわけですよ、まだですね、これ今のところ 80% ぐらいですかね、完成度的にはね。まだまだちょいちょい明日、そちらでテレビのスクリーンが来たりとか、まあ看板というかお店の名前をちゃんとしたりとかやって、3日ですよ、3日中も明後日ですけどね、オープン予定でございます。そしてですよ、5日、今週末、日曜日ですよね、にまたゲストを呼びして、こちらでトークイベントやる予定です。もうゲストはもう発表してますけどね、菊谷美選手、まあ、さん、元ジャパンキャプテンの菊谷さん、あと、谷口真由美さんって元ね、日本ラグビー協会の理事だった谷口さん、そしてですよ、今回もうさらにニューゲストとして、正面健二くんね、今ね、彼正面焙煎所ってコーヒーも売られてるんですけど、それの話とかも聞きたいし、もしかしたらコーヒーも当日ね、お店の方で並ぶかもしれない、ちょっとまだ分かんないですけどね、そういうのもやってみたいなというふうに思っております。まあまたですね、完成したらちょっと一回ちゃんとがっつり撮ってですね、ご紹介いたしますんでね、ご期待くださいませ。私も週末までいます。では。